旧ニューゲート監獄19世紀に描かれたニューゲート監獄ニューゲート監獄内部のミトリズニューゲート監獄はイギリスに1902年まで存在した刑務所。1188年にヘンリー2世の命令によりシティオブロンドンのニューゲートに建設され、1236年に大きくその規模を拡大された。死刑囚を含む様々な受刑者を収容していたが、 必ずしも脱出不可能というわけではなかった。泥棒のジャックシェパードは1724年に公主刑になるまで3度も脱獄している。時折、小規模な改築が行われてきていたが、古い監獄は一度完全に取り壊された上、1770年から8年の歳月をかけてジョージダンスの設計による新しい建物が建設された。 1780年のゴードンソーランの際には、刑務所が放火され、受刑者300人が脱走して、それを上回る多くの受刑者が焼死した。脱走者の多くは再び逮捕され、処刑あるいは別の刑務所に収監されることになる。刑務所は2年後に再建された。1783年に、ロンドン市は、公主代を、ロンドン市内のタイバーンから、刑務所のすぐ外に移した。 公私刑は当時の庶民にとっては娯楽であり大きな慣習を集めた。1812年に刑務所を訪れたエリザベスフライは刑務所で賄賂や虐待が横行し不衛生の極みであったことに衝撃を受け刑務所の改善に尽力することになる。イギリスの下院議会に証拠が提出され少しずつではあるがニューゲート監獄は改善されていくことになる。 1868年以後、処刑は以前のように公開せず、ニューゲート監獄内で行われるようになる。本監獄は1902年に取り壊され、その跡地に中央刑事裁判所が建設された。チャールズ・ディケンズの小説の中にニューゲート監獄はたびたび登場し、バーナビー・ラジーや大いなる遺産、オリバー・トゥイストの中に、当時の刑務所の状況が生々しく描写されている。 また、マイケル・クライトンの大列車強盗の中にも登場している。ありがとうございます。